さあ、それではまずはこのチームをご紹介しましょう。このチームを知らないフリースタイラーはもはやいないでしょう。今やそれほどまで有名な大きなチームとなりました。2009年、結成の早稲田大学初フリースタイルバスケットボールサークル、男女混合で大人数の迫力ある構成を武器に、都内を中心に学園祭、クラブイベント、さまざまな場所で活躍中。先日の、早稲田大学の、学園祭も披露した練り込まれたパフォーマンスをご覧ください。それでは行きましょう。早稲田ボーレー、レッツカモン。大きな拍手。早稲田ボールズの皆さんです。ありがとうございます。本当ね、早稲田ってね、こう名前聞いただけでちょっとビビっちゃいますよね。ね、あの本当にね、こうダンスの世界でもこう早稲田ブレイカーズっていうすごい有名なチームがいて、ああそうなんだ。先週もね、こう世界大会ですげえね、こうめちゃめちゃかましてたんでね、やっぱこう早稲田の名前に間違いなしでございますね。本日拍手。さあ、第一発目盛り上げていただいた早稲田ボーラーズ。